東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、千葉市にある会場近くの川では、警備強化のため、不法に係留された船の撤去が始まりました。留め置かれていたヨットが今、クレーンで吊り上げられました。そこの部分も見えてきています。千葉市美浜区の浜田川河口付近では、不法に係留されたヨットやボートなど80隻近くが確認されています。東京大会の会場となっている幕張メッセがすぐ近くにあり、安全と景観を守るため、県は6月末までにボートなどを撤去する予定です。撤去とその後の一時保管には、1隻あたりおよそ150万円がかかるということです。県の担当者は、持ち主が分かれば費用の請求をするほか、悪質な場合は刑事責任が問われる可能性もあるとしています。